今県警捜査員十数名が列を作って旭龍会本部に家宅捜索に入っていきます。沖縄県八重瀬町の資材置き場で県外の20代男性を監禁したとして監禁容疑で指定暴力団旭龍会の構成員ら男8人が逮捕された事件で、県警特別捜査本部は11日北中城村の旭龍会本部と那覇市内の組事務所に家宅捜索に入った。関係資料などを詳しく調べている。県警によると那覇市の国際通りで8月27日県外の男性4人と構成員らがトラブルとなり、20代の男性が構成員らに車で連れ去られる監禁事件が発生した。その数時間前には那覇市松山のカジノ店で現金500万円が脅し取られる恐喝事件が発生した。県警は5日、監禁事件の被害者とされる男性を含む男3人を恐喝容疑で逮捕した。捜査関係者などによると、カジノ店は違法な闇カジノとみられ、構成員らは通称ケツ持ちといわれる用心棒を請け負っていた可能性がある。カジノの恐喝事件から監禁事件に発展したとみられる。県警はこれまでにカジノ店を家宅捜索するなどし、両事件との関連を調べるとともに、県外の反社会的組織の介入がなかったかなど捜査を進めている。